岡山県は県は、庁庁のの大規模な改修にに伴って、本庁舎の地下1階にあるる食堂もリニューアルすす。予定です県が去年10月から11月にかけて運営する事業者を募集しましたが応募がありませんでしたそこで施設使用料を無償にして再び事業者を募ったところ3社から応募がありメニューや営業時間などのプレゼンテーションによる審査を行いました その結果、飲食店と弁当販売店を営む岡山市の晴れの日に決まりました。食堂は今年7月中旬にオープンする予定で、一般の来庁者も利用できます。